全然三十分経ったと思うんですけどあ、知らねえほらもうこういうのかかりたくねえよ私は悪いけどもうかかりたくねえよあんたそういう女にめったら口出すんじゃねえあんたそうでしょめったらいい加減な女に口出しちゃダメだよあんたえ 女の口出しちゃダメだっつうんだよ。はい、金取りすぎなんだからみんな。わかるでしょそんなの。な今誰だって仕事ないからよ。コロナで。わかでしょ。<laughs> 女に引っかかっちゃダメだよあんた悪い女に。話をダメだよそんなの。相手にしないんだよそういうのは。あんたちょこちょこ口出すからダメなんだよ。 莫大な慰謝料はこ、あれだよね、こっちゃっていたずらされたから莫大な慰謝料を取りたいよね。ひでえもんだよ、だよひでえもんだよ、本当だよ、本当だよ。本当だよえ、洗濯機まだ使えます、さよさんね、はい。ああ、ごまちゃん、よしえさん、こんにちはって、こんにちは。は、じゃんけん、クソみたいに。い訴えられて うわ私痩せたわよ。なんでなんでうちを差し押さえされるの私。<laughs> いやいや家具用ベッド欲しくないんですよ。ベッドに寝られないの。あのねこう上がることができない,いここにこう寝るんもね腰をこうか気をつけて寝ないと痛いからベッドはとても上がれないですここに寝るだけでもねもうダメなの。うん いや痩せましたね私1 0キロぐらい痩せたかな58.1です67点いくつあったんですよ58.1だと思う慎吾より痩せてるけど慎吾のが背が多いから高いからね、うん、あんまり食べないからね私もね、うん ああ身長がなないいからねまだ痩せて身身長長んですよ身長縮んじゃってね 1m50 がね140いくつしかないのよ140いくつだっけなだからねこうにねなんかねかけようと思ってもねかけられないのよ背が低くなっちゃったからねああ悲しいよねだから150にはないです前150だったんですうん 何。笑うだって。ね。なんだろう。ないです。百四十いくつはね。うん。まあ。何。ホームレス。いや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 、そんなのが私気にしないよ。あんた。 いいいやいやロングヘア禁止じゃないんですただね年取ったからもう頭言えなくなっちゃったからこうにねあの切ってもらったんです美容院で美容院で切ってもらってそれからデイサービス行くようになってもうね頭こんがらがっちゃってこう長いとねかせねえんですよもうね立ってねだからねあの短く切ってもらえばもうこうに優勢ないでしょ。 だからね簡単なのよ、ね、うん本当は長いのが好きなんだけどね私はね前髪もっとこう長いのがいいんだけどこんな短く切っちゃったからね長くなるまでちょっとね時間かかるよねうん「ちんご髪の毛短くなってもうたん」。 ん信号明日女にかな渡すのかなえいやうちは亡くならないと思いますよなんで亡くなるのか意味が分かんない <laughs> えっ何明日21歳のエッチカップルとデート差し押さえ 知らなないいい方がいいですなんだ毛の何髪の毛せやねえでなんだかわからないな。エッジカップルだって信号ない？何や女の子人とデートすんのさっき電話してたわよね誰かとわかんないけど。 あそうだねココナッちゃんの言う通りねそうよねスルーよねスルースルースルーだよねほ、うんとねほ、うんとにえ H カップだってんだかわかんねえや明日デートですっきりやってまあね若い人はねあれでしょうけどねもうおばあちゃんになるともういらないわよねそんなね くたびれちゃってね、年取ると。あら、そうなの。<laughs> こないだここ、なんか赤かったけど、あれ、キスマークだったんですか、知らないけど。私ね、うん。わかんないよね。うん。ああ、これが、これがね。なんかね、今日ね、洗濯しろっつうから。 これから干すんだけどね私あの椅子持ってってね座ってね絵もんかけこうかけてねこうにかけとくんです竿に。それ降りることできないから信号があのこうに間隔を空けて下へ降りてあのこうにね竿を吊るしてくれるそれだけの作業なんですけど私降りられないから椅子に座ってこうにね洗濯をこうに。 はさみ止めてこうにまとめててまとけくそれを信号間隔分けてね干してくれるんだけどあ千葉真一は亡くなったですよね書いてありますよねそう書いてあった今日の新聞にうんそうだよねなんでななんか病気だったんですかね なんか病気出たんですかねえ、コロナだったの嘘歩けないねあやこさんね、私を、うん、えコロナ今日なんかやるよねあの土曜あれでね ミヤ,ネミヤネ屋の,あの人が出てね、10時から見ようと思うんだけど。うん、あ,ありがとう、空ちゃん、ありがとうね。元気でいてくださいっていう昔の動画。痩せましたかって。はい、痩せました、大ちゃん。うん。痩せました。ありがとうございます。コロナ気をつけてねって。え えあな亡くなったのえ何どうなて方かは私分かんないけどあのなんていう名字はんていう方ですかじゃんけんポンさん「がんで死にました」ってえだ誰 ミオジアなんていうの生活百科の人あそうなのちょっとわからないね生活百科の人っていうのはうんスマップが解散しましたってああそうなのああそうかそうかうんするって言ってたもんねうんあ 鶴子さんじゃなくね笑、うん、福亭ね兄弟ですかそういうわけじゃないんかな、うん、マイケル・ジャクソンが亡くなりましたよねもう特っだよねジャクソンさん知ってますかね私ねねうんヨッサン火薬何 吉江さん解散、関慎吾さん解散しましたって、ね、鶴光さんは鶴光でおまの方そうそう鶴光さんはね鶴光さん知ってますはい綾子さん綾子さんも変わったねサネムがねうん、えっとマーヤさんがメリーさんがあってカリンさんマイケル・ジャクソンがあって 与太郎さん引退第二の人生だってああ与太郎ね、うん、そうだよね第二の人生生まれなくちゃねああよっちゃんだってとんがらしじゃないもろこしありがとうございますよっちゃんももろこしありがとうねもろこしおいしいよね焼いて食べるとね、うん、とんがらしじゃなくもろこしよねとんがらしかなわかんねえないな え、藤木直人さん来なくなるああこれにねサネムにねああサネムねあれ,あれなね直人さんはあれだよねあのあれだよねマサさんでしょマサ,さん、ね、マサさんねマサさんねもろこしをおいしいってうんねおおもろこしを慎吾 あの「なったよ」あ,あ彼氏彼氏のマサさんだって彼氏 <laughs> ねマサさんねい,いい方よねうんほんといい方よ、うん、マサさんはね、うん、彼氏、うん、彼氏よねいいよ「サムネですよ」ってバンダさん さ信ご洗濯なったよ終わったーって信ごさん洗濯<何>終わったよあんた干<あ>、うん、しましょうよ <laughs> バター太郎さんが信ごさん長る町の何町長を目指そう目指そうです。目指す そうです。だって終わらせないでよね。うん。ね。まあね！みんなお忙しいのよね。うん。今コロナでね。みんな大変よね。皆さんも気をつけてね。私はもうね。足が悪いだけでもうクタクタだからね。うん。 うんねあらあらあらよ,よっちゃんよっちゃんが花火だってありがとうございますお前がお前がお前がアラブの石油王ウィンドゥルビル・ゲイツソフトバンクソンマソヨシありがとうございますよっちゃんありがとうございますよっちゃんありがとうございますしんよっちゃん花火もらったよ よっちゃん私と同じような名前だわよっちゃん。まやさんアイテムよしえさん最近歌ってないの歌聞きたいってありがとうあやこさん風船ありがとう歌ってないのよ私デイサービスでね歌ったんだけどこないだ歌なかったのよね歌いたかったんだけどねうん。ネットだとね い,いろいろ歌えるんだけど2曲だからね、うん、歌いいわよねうん「火薬だるさん大不安だって警察ざたはやめなよ」ってそらそうよね、うん、あれ「くもふうもちゃんハートありがとうございますありがとうございますありがとうね 足の方はどうですかって、ニャこちゃん足が悪いのやっぱり、立つとき大変なのよ。あ、こう座ってればいいんだけど、立つときがね、こう片っぽがね痺れるようなね、ギクギクって外れるのよ。そうすると洗濯もねできないの。だから椅子に座ってね、私がこう竿になんていうの、えもんかけにこう引っ掛けるのよズボンを。 う信号がこうに間隔を空けてしてしくれれるのの下へ降りられないのよだから私が下準備するわけこれも腰掛けてねやるの立ってじゃもう足がおごとで立ってられないのよね、うん、大変なんですよにゃこちゃんね足がねうん、うん、関節またか関節ねあの何て言うんでしょうねあの膝膝の折れ目 後ろがねひねひってあるんですそれがねじれてるからすごいむくんじゃって下がでむくみの薬をね先生からもらって飲んでるんですけどねうんうん干してくれる感覚よくね私が教えてやるの、うん、ねじっちゃったの足をひねったっていうんかなうんうん あ、ひなちゃんが「よしえさん体に気をつけてくださいね」って「くまさんありがとうございます」「くまさんありがとう」ああさやさんよしえさんが歌ったらな,なんかね、うん、皆さんがね言ってくれますねやっぱりねうんねなんかみんながね だから最近ないんですよね歌がなくてね歌が好きなんだからね歌がなかったです今度もないっつってました今度の木曜も納涼祭だってなんかね歌の時間がね1時間半なんですよね2時から3時半まで。 ね、ほんで四時にはお迎えお迎えで家帰ってくる四時半です。はい。<laughs> シンゴは洗濯もうふさないですよ。シンゴさん何やってんだよ。シンゴさんこれ苦いね。苦いわよこれ、結構。 あああパチンコ行きましたよあの方はパチンコに2時間働いて帰ってきたけどパチンコ行きましたよでもお墓掃除してもらったんでありがたいですうん慎吾さんしてくれないからねお墓掃除ね本当はは慎吾さんがするんが普通だからね大変ですよ本当にあの子は用を増やすだけで何もしてくれないねうん うん、そうよね、うん。シンゴさんダメよね、片付けできないから。ゴミばっかりあんって、そう。そうです、両親のお墓です、はい。セブンセブンセブンかってなんだろうこれ。 何ですかね「七七七っつんは分かんないのよ「うん慎吾まだ干さないの」ってねえさやさんね「慎吾さんもう干す干すんじゃないの慎吾さん慎吾さんパチスロ <laughs> パチンコ行ってるんだよね2時間しか働かないからさ大変なのよねねえ大変ですよね2時間じゃね年中それも休みが多くて大変よねいくらも取れないわよねでもねいくらでもあれだよね2万でも3万でもね1ヶ月とると取らないんじゃ違うからね。 ねね、大変よね <laughs> こういう人たち私があのね引き連れて生きてるのでもでもね私のできないことやってくれるからね墓場掃除とかね。わかります慎吾のぬいぐるみダニがいるよねあのずっとあのままだもんね。うん ああそうだよね、綾子さん同行してるね、あのでかいのねあのでかいの所沢って言うんだそうですね、あの熊さんねダニーいますよねだってあそこでドライヤーかけてるんだからくっつくわよね、毛があのぬいぐるみにぬいぐるみってね、毛がくっつきやすいですもんね本当ですよねうん。 週3回働いいてないですね週に2回ぐらいの時もあるしずっと休みの時もあるしだから働いいてないですよ昨日から言い始めて昨日今日明日ぐらいじゃないねやっぱりコロナだからねみんなほらお客さんも少ないしね。うん うん、あ年金はもらってますね私より低いですけどね、うん、働いてるって言わねえよね本当だよねねそりゃそうだよねうんそうでしょ慎吾汚いよね食ったもの下げないもんねあ安兵衛さんが 慎吾の部屋は何、うん、ああ、咳が出て、与太郎があ,あ熊さん、ありがとうございます、安部さん咳出ますよね、あんだけ散らかしてればねうんとすごいよね、あれで、埃もすごいからクーラーで埃がち舞い散るでしょうねうん私もそう思いますようん。 まあ年金っても少ないからねうんあ皆のさ何席の席の席で笑えないですってそりゃそうだねうんそうだよ安部さんあの世でじいちゃんばあちゃんが泣いてるよね女性が苦労してるってね 本当だよね、安部さん、私いつも思いますよ。本当に、ほんで、この足でしょ私。普通に歩ければね、もっとあれなんですけどね。あ、私歩けるよ、ほら、割とじっとしてないからね。もう夏なんてね、五畳きして、涼しいうちに植木はぎりましたよ。ほいで、もうね。今はそう、そういう足じゃないからね。うん、もう、本当に。 私があの世に行ったら「ねね前行って恨むって何前行ってましたよね」ってはいそうですね安部さんね恨むよねあの世に行ったら「友也さんがお母さんとお父さん好きでした」って「そうだよね」 お父さんとお母さんとお父さんがね一番いいよね智也さんねうん、うん、そうねパンダさんね最近はそうね卵をね前にね投げつけられて玄関にね、うん、でも見てた人がいるのよ男の人だって背が高くてねあの黒い服を着ててね 馬ナンバーって言ってて言ましたでナンバーをね見ようと思ったらねちょっと見損なっちゃって「男だ」って言ってました昼間ですからね、うん、今少しでねナンバー見れば分かったんですけどねよその人に聞いたんですけどああうんあ、うん、ブス様に捧げる 菊の花って。ああ、ありがとうございます。安部さん、くまさん、ありがとうございます。そうですね。武士様に。捧げるのは菊の花ですよね。うん、ああ、ミナノさん、そうですかね。うん、そうだよね。車がお見だらけですよ。 そうでしょう、車がね。本当仏様ね。うん、そうだね、あの昼間来るかね、卵投げつける人はね。でも近所の人がね、今少しで見つける。る大体背格好とか教えてもらったからね。 うん。ありがとう。そうだね。私頑張ってますよ女で、うん。本当ですよね。みんな <laughs> 遊んでるような人ぐらいだもんね。三人で遊んでるんじゃ困っちゃうよね。うん。こういうチームあんまりないよね。うん。怖い枠よね。もうん、今はね。うん。 大変よねやはあ慎吾うんこ投げられましたよ養ってますよ私は。慎、う、吾、ん、何なんか終わるからよしえさん呼ぼうってよ。ああ早く。 ささん干さなくちゃでしょ「あの世に行ったらどうなるんですかね」って「そうですね想像がねどうなんでしょうかね安部さんねあの世ってねうんなんか父親母親に会えればいいけどうちの妹はなんかみんな一人で死んでくんだよとかって言って言うんだけどね父親母親に会いたいっつうと。 なんかねもっと元気づけられちゃうんだけどねまだほぐしてないんですよあの世はないんですかみんな土にかえっちゃうのよねうんみんなねでもみんなねみんなあれですね 順にね、生があれば死もあるんだからしょうがないけどね遅かれ早かれねだから生きてるうちにね人生でねある程度ねいい人生を送りたいですよねで最後にねあれですよねあの、迷惑かけたくないですよね後の方にね私はそういう生き方してるんですけどね。うん ありがとうございます元気でよかったってあらねありがとうまだ良くないですねうん。ついと立てなんです、これでね立つのが大変なんですよ座ってるうちはいいんだけどねうん。 そう何もできないと思いますよ。だって寝た布団をね入り口を放っとくんですもんね考えられないだよねうんどううもないよねだって畳が見えないんだもんね畳の見えないうちってないよねうん。えっ、ー、彼女がいるんですかあんなに。<laughs> 本当 あれか彼女いるのなんか最近よくね電話してるんですよだから私にお金なさないのかな新吾彼女がいるんかい二十歳のん私なしくないんですよなんかね電話料貸してやったらさあと5万なんだけど 12万千したんですよ私を医者へ連れてった帰りにねうちの電話が止まっちゃうっていうからおじさんなしくれないのよねえー、あ安兵衛さんが「花火ありがとう何枚だ何枚だ」何枚だって。 お前がお前がお前がアラブの石油王ウィンドゥズビルゲイツソフトバンクソンマサヨシありがとうございます安兵衛さんありがとう本当何枚だ何枚だですよね本当ですねありがとうございます借金200万あるみたいで誰が信号ばっかだよね嘘でしょえ ああ。ありがとう、リーさん。うん。え。九十分稼いだのだから。請求してください、だって。あら、そうなの。うん、あ、しばちゃん、よしえさん、間に合ったって。いつもありがとう、しばちゃん、ありがとう。 ね、ウルトラママさんよしえさんはじめましてってありがとうございますあと1分だよって「シンゴ、はい、あと1分だってはい」はいじゃなくってな,などうすんのシンゴ 会いたかったって、ウルトラママさんが。あありがとうございます。あれじゃあ、洗濯もいつ干すあ,あお疲れ様でしたって。ありがとうございますね。じゃ洗濯を干しますからね。皆さん、ありがとうございました。 延長してくださいってよシンゴヨシさん痩せたねってあは、はい痩せましたいろいろ苦労が多くてね、うん、またねってありがとうございます皆さんありがとうねありがとうミラノさんもありがとう延長来たよだってえまた延長来ちゃったのシンゴ何延長来たの だって延長って書いてあるよ。ありがとうございましたって。うん延長来たよってあるよ。ああ。慎吾ど,どうすんの慎吾さん。れさ,れね、されてんのじゃあ洗濯いつ干すのん